はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日アメリカがもうお休みでしたんでね、基本的にそんなにこう相場の動きがなかったですね。環境の方も何も変わっていません。思った以上に円が上値が重いですね。あとはドルが方向感がなくなってきていると、このあたりを踏まえてチャートの方を見ていくことになります。ではまずこちらがユーロドル、1時間足に冷え性を重ねています。環境もこれ何も変わってないですね。サポート割れた売りのトレンド見てます。下落トレンドもしっかり出てますけども、今は戻りが入っている状況、高値も抜けてないですし、このあたりは過去のサポートラインにもなっていますから、抵抗もすごく出やすい場所にはなるかなと。昨日一昨日の動きを見ても上値抵抗は見えてるように思うので、まあ一旦このあたりばかりね、こう売りを見ていくのは悪くないのかなと思います。まあ冷やし環境のブルベアの分岐点 1.07 の真ん中あたり、強いんであればここはもう抜けてくるだろうと、弱いんであればもうここは上値重くなってくるだろうというところ。今のところは下落トレンドの戻り売り環境、これ何も変わっていないと思いますんでね、変わらず売り場を探すということになってきそう。まあ要するにユーロが弱いということですね。まあこの環境はもう全然変わっていませんのでね、まあドルに限らず何かこう強い通貨が見えてくると、まず対象として何を売っていこうかと考えた時に、このユーロというのがね、選択肢としては入ってくるのかなと思いますね。例えばこう円の方に買いが入ってくるんならユーロ円のショートとかね、ドルに買いが入ってくるんならユーロドルのショートとか、このあたりはしっかり見たいということになってきそうです。はい、変わりました。こちらがユーロ円。1時間足に冷え性を重ねています。まあ、とにかく円が弱いですね。昨日も上昇の形になっています。ただ、まあ、これ見てみると、結局レンジの動きに過ぎないですね。例えば、ポンド円なんかは昨日高値抜けてきてます。5ドル円なんかも高値抜けてきてます。それと比べると、このユーロ、かなり上値が重いですね。まあ、この違いは何なのかと、これ、ユーロドルでも触れましたけどね。やっぱりこのユーロが弱いんですね。なかなか買いが入ってこない。今のところこのユーロが弱いですからね、円を売ったところでユーロも弱いということになりますから、なかなかまあ動きにくいということになってしまいますけども、仮にまあ円の買い戻しとか、そういったものが出てくる環境になってくれば、これユーロの弱さが効いてきますんでね、まあ、目線ショートは変わらず見ていこうかなと思います。ただ本格的なショートを見ていこうと思えば、まあ、やっぱり円買いが欲しいということになりますんで、まあ、今の環境とはちょっと変わってこないかもですね。今はとても円が弱いですからね。なので円の反転みたいな動きが出てきた際に、このユーロというのは注目はして見ていくことになりそうです。はい、変わりまして、こちらがポンドドル。1時間足に冷え性を重ねています。ポンドドルもまあ調整レンジを見てますけどね。レンジの加減から買いが入ってきてますかね。まあ、これ割り込んでくるとちょっとこう苦しいなと思うところがあったんですけども、なんとかサポートはされていると。まあ、しばらくこのポンドが強かったんですけども、今月に入ってからこのポンド、特に中旬あたりから売りが強く入ってきています。ただなんとか踏ん張っていますから、このまま踏ん張り続ければ、まあ、ポンド買いっていうのが、まあ、再度出てくることになるかもですね。流れとしては、まあ、レンジの安値圏から買いが入ってきてますから、まあ、ひとまずレンジの高値を目指した上昇、これが 1.28 あたりになってきますので、もう少し上げ余地があるというところですかね。軽く目線としてはロング目線ということになってきそうです。はい、ただしこちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとなかなかまあ買い場を探るには難しい動きなんですね。というのもサポート割れています。売りのトレンドが見えてますから、戻り売り環境というのがあるわけですね。ただ上位足でも見たようにレンジの安値圏から買いが入っている。短期的にこういった上昇トレンドも見えてますから、比較的こう押しが入ってきやすい環境ということにはなってくるかなと思うんですね。まあ、ロングで見ていくんなら、まあ、こういった上がったところをロングしてしまうと潰されてしまうということになりますから、まあ、レンジの高値を目指したロングというのを考えていくんならばね、ちゃんとこう押しを拾っていく意識で見ていかないといいところでは入れないということになってきそうです。まあ、ショートを見る。例えばこう、ドル買いを見るんであればね、今、ユーロが弱いですからね、ユーロドルあたりを見た方が効率はいいかなと思いますんで、対ポンドで見ていく場合は、まあ、ロング目線で見ていこうかと思います。ただ、そのためにはドル売りが欲しい。ただ、今、ドルがちょっとこう、方向感ないですからね、まあ、しっかりこう、押しを丁寧に拾うということになってきそうです。はい、変わりました。こちらがポンド円。1時間足に冷え性を重ねています。ポンド円も調整レンジ。高値を少し抜けてきましたかね。明確にブレイクしたというわけではないので、まだまだまあ怪しさはあります。まあ、レンジの高値と見ていけば簡単には買えないということですね。ただ、終値ベースで見ていくとしっかりブレイクはしてきていますから、まあ、ショートもとてもやりにくい。まあ、昨日のこの環境、高値も抜けてきていますし、円も今相当弱いわけでブレイクしてきたんであれば、もう少し大きなアクションはあってもよかったのかなと思うんですけども、まあ、意外とおとなしかったというか、まあ、走らなかったというんですかね、少し上値が重いなといった印象があります。まあ、ブレイクしてますからね、シンプルに押し目買いを狙っていくというのも間違いではないと思いますけども、
昨日のこの微妙なブレイクというこの値動き、過去にもこういったところやっぱりヒゲになってますからね、上値の様子が見えてしまったら売りが強く入ってしまうことになるかもしれません。もう少しこう勢いよくボーンといってればね、押し目買いというのも考えられたんですけども、この動きだと少し慎重に判断をしないといけないかなというふうに思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見ていくとこのような上昇トレンドは見えてはいるわけですけども、一方で日足関係見ていくとこのあたりがまあ高値圏になっているわけですね。少し抜けてはきているわけですけども、まあこのあたりの値動き見ていてもいまいちこう反応が鈍いですよね。日足を見ていけばしっかりこうブレイクしてきたわけですから、もう少しこう勢いよくね、どんといってもよかったのかなと思うんですけども、まあ思いのほかまあ停滞感があります。まあ高値抜けているのに踏み上げ相場になっていないというイメージですかね。まあ売りも入っていないので、そこまでこう強く売り目線というわけではないんですけども、まあ少なくとも高値警戒感は持った方がいいのかなと。例えばこうロング目線で見ていくんならね、こう上の方で買うんではなくて、押しを丁寧に拾うとか、あとはまあ昨日のこの上値の重さを意識して、若干まあ短期的にこうショートを狙っていくとか、少しまあ高値警戒感を持ったね、見方というのも面白いと思います。もちろんまあ昨日の高値抜けてくるとこういった環境はね、変わりますので、まあ高値バックということになってくるかと思いますけども、何にせよ昨日のこの値動き、高値をブレイクしてきた割にはそんなにこう反応が強く出なかったというのがちょっとこう気になっているところになります。まあ少しこう高値警戒感を持ちながら、今日の値動きは追っていこうかなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷え性を重ねています。おとといの政策金利の発表から5ドルが強いですね。昨日もしっかり5ドルは買われています。ドルが方向感なくなってきてますけども、5ドルにしっかり買いが入っていますから、一応はトレンドが出てはいるんですけども、ただ振り返っても結局はレンジの動きに過ぎないですね。例えばこの動きで高値を抜けてきたとか、そうなってくると話は全く変わってくるわけですけども、現在はまだレンジ環境、そしてまあそろそろレンジの高値圏ということにもなりますから、まあ昨日おとといでしっかり買いは入っているわけですけども、さすがにこの位置で積極的に買っていくというのはちょっと難しいのかなと思います。まあ一旦流れが止まってこの高値圏で揉む動き、調整の動きには備えていくことになるかなというふうに思いますね。はい、変わりましてこちらが5ドル円、1時間足に冷え性を重ねています。こちらもレンジからブレイクしてきた動き、クロス円の中ではもう一番強いですね。これも昨日おとといで5ドルに買いが入ってきている、その影響もあってブレイクしてきたということになりますけども、オジドルがもう高値圏ですからね、少しまあ5ドル買いというところは、慎重に見てもいいのかなと。仮に押しが入ったとしても押し目買い環境だと思いますけどもね。ただもう3日ほどですか、ずっとトレンドが出ていて、ブレイクもしていますからね、まあ、一旦調整の動きを待ってもそろそろいいのかなというふうに思います。まあ、ブレイクしてますからね、それをわざわざこうショートで見ていくかどうかというのは意見が分かれるところだと思います。基本的には押し目買い目線というのは変わらないと思いますけども、高値警戒感は持ってということになってきそうですね。まあ、丁寧に押しを待つ、もしくは短期的なショート狙いということになってきそうです。はい、ということで、まずはクロス円ですけども、まあとにかく円が弱いということになってはいるわけですけども、ただまあ昨日はこのポンド円がね、若干ブレイクしてきています。ただまあ確かにブレイクなんですけどね、この動きをどう見ていくのか、まあこれだけのレンジからのブレイクですからね、例えばここみたいな、ここみたいな、こういったね、強い反応があってもいいのになと思ったんですけども、そこまでの反応がないんですよね。まあ、ちょっとこう気になるところですね。まあこれを上値の重さと捉えていくんであれば、一旦反発を見ても面白いかもしれません。まあ、高値ブレイクしたら一旦投げてしまえとね、そういった割り切った気持ちで見ていくんなら、まあちょっと面白そうではありますね。まあ、ポンド円だけではなくてね、クロス円全体的にも言えることでもあるんですけども、調整レンジの高値圏、少しこう上値が重い形をイメージしていこうかと思います。はい、あとはこのユーロドルですかね、ドルその中では一番こうトレンドがしっかり出ている通貨になるかと思います。下落トレンドの戻りが今入っているわけですけどね、まあ、ちょうどやっぱりこう抵抗になりそうなところでしっかり流れが止まってますからね、上値が重いという形が見えてくるんなら、戻り売りを見ていくのは面白そうです。まあ、昨日も上髭つけたりもしてますからね、このあたりバックにまあ一旦売りを見ていく、まあ、抜けたら投げると割り切ってしまえば、このあたりもね、やりやすい環境にはなってくるかもですね。昨日アメリカ側は休みだったということもあって、動きも鈍かったかと思います。今日はしっかり値動き、期待はしたいところですね。今回は以上になります。それでは今日も頑張っていきましょう。